こういうのは？うん、悪くない。うんうん、なんだか自然とメロディーが浮かんでくるね。うん、ユキナ先輩、何か気になるところがありましたか？湊さん、それじゃ逆に気になりますって。私はそのこういう曲調のものを歌ったことがないから、どういう風に表現すればいいか考えていただけ。この曲を楽しんで歌えばいいだけのことじゃない。簡単よ。音楽が何よりも雄弁って言ったのはどこの誰でしたっけ？そうだったわね。ごめんなさい、考え事をしてしまって。曲作りを続けましょう。ユキナ先輩は誰よりも音楽と真摯に向き合っているからこそ、それだけ悩みもあるんだ。ロゼリアの皆さんだけじゃなくて、私たちも力になれたらきっと。わあ、美味しそうなパンだね。お父さん張り切っちゃって、試作をたくさん持ってきたからみんなに見てもらいたくて。わあ、これはもしかしてミッシェルの形のパン？うん、クッキー生地を使ってサクサクした食感のものにしてみたんだ。うん、おいしい。サクサクだけど中はふわふわや。もう食べてるし。お、こっちはベーグルかな。チョコで顔が描いてあって、なんか可愛いね。ありがとう。このベーグルのデコレーションなんだけどさ、せっかくだからみんなでやってみない？わー、素敵だね。あ、そうだ、モカちゃん、ポスターの件は？あ、そうそう、ママに聞いてみたけど OK だって。やったー、ほらほら、モカちゃん、たくさん食べてって。遅くなってごめんなさい、仕事が押してしまって。千里ちゃん、来てくれたんだね。ええ、今日はオリジナルドリンクを考えるんだったわよね。始めましょ。はい、うちで出してる紅茶をベースにしたドリンクを考えてみたんですけど。T シャツのイメージを考えてきたんだ。見て見て。おお、かっこいい。うん、かっこいい。これリサ姉がデザインしたの？うん、まあね。デザインって言ってもみんなの意見をまとめただけだから大したことはしてないけど。全員お揃いの戦装束。士気が上がります。確かに、お揃いなんてテンション上がる。リンコが提案してくれたおかげだよね。サンキュー。いえ、私は何も。ただ私でもお役に立てることがないかと思って。ピンリン、偉いよ。ロゼリアの衣装はリンコさんが作っているんでしたね。すごいです。うん、こんな豪華な衣装が作れるなんて尊敬しちゃいます。だってさ、リンコ、よかったじゃん。はい。でもさ、うちのユキナとかサヨが T シャツ着てるところってちょっと想像できなくない？確かに、どんな感じになるのかな。あ、でもリンコさんが着てるのも想像つかないかも。そうでしょうか。モデルをしていた時、自分が着たことのないデザインの服をたくさん着ることができました。着るまでは自分でもどんな風になるのか想像できない衣装もありました。でも着てみると、なんだか新しい自分を見つけられた気がするんです。だからきっとリンコさんも新しいリンコさんを見つけられると思います。新しい私。そうですね、ありがとうございます。アコ、ライブがもっともっと楽しみになってきた。うん、あ
私も。それじゃあみんなに喜んでもらえる T シャツにできるように私たちで頑張ろう。